水量に合わせてノズルを変えます。使います。テスト。コントローラーの代替機をクールアイランドの平井さんが送ってくださいました。ご一緒にってカウントダウンまだか。では皆さん祈りながらお願いしますよ。じゃ徐々に開きます。いきます。おゆるゆる回ってるの見ますか。軸が回り始めました。テスさんまだ開けてるんですか。もう水減ってきてる感じ。開けた割に70ワットいきました。はい、こんなもんで今日の水量でこんなもんだと思う。あ、でも成功ですね。はい、出ましたよかった。50、じゃあ常時50っていうことで自然エネの電気に変えます。コンセントをこちらに移して、コンセントの先がここにあります。いきますよ。はい。点灯。上は？点灯。あ、すごい。そしてその子さんから借りた点灯。はい。これはソーラーと水力の電気になります。わー、風きれいだね。すごい頑張って。すごいよこのアート。すごいきれいだね。これうちにあったら癒される感じや。水の力で今電気を作りました。で色川は水がすごい身近にあって暮らしの中で水の音が聞こえるようなところです。でその水を飲み水にしたり田んぼに引いたりでそしてこうやって電気で使えたということ でこの水の循環、水だけじゃないですけどもこの自然の循環の中で、まあ、人も自然もみんなでこう調和して暮らしたいなっていう思いがあります。そして、色川の中では共生圏班という班を作って、こういうことを取り組んできました。そうですね、先ほども少しお話ししたんですけども地域循環共生圏ということを町が掲げてくださったので、僕はすごく嬉しいですし共生圏 のみんなもすごく嬉しく思っていてということで堀町長もうそろそろお帰りになるんですけどもちょっと共生圏であったりとか小水力の今日の感想とかちょっと一言いただけたらと。はい、町長の堀でございます。今日はまず水力発電が無事に、発電できたことでそれでもって、自然に優しいエネルギー電気で、はい、まあ、点灯式 ができたということで本当に那智勝浦町に新しい、光が灯ったんじゃないかなというふうに思います。で、去年一昨年ですね私那智勝浦町県内では一番早かったんですけどゼロカーボンシティ宣言というのを宣言をしました。これはなぜしたかって言いましたら色川もそうなんですけれども、まあ、那智の滝に象徴されるように信仰という文字ことができる前から1000年も2000年も前から多くの方がいらっしゃいました。で熊野信仰というのは自然信仰であったり山岳信仰でそれが何千年も残してきた本当に自然に優しい生活しているのが那智勝浦町ではないかというようなことで、うん、私はある意味アドバンテージがあるからもうすぐに宣言をしてでやっぱり町の人方一人一人がですね自然環境を見つめ直す、まあ、そんな、うん、ことにしてほしいなというようなことを思いました。であともう一つは僕中学校の時僕浦上なんですけど、うん、自転車で
あの小田熊野区まで鮎を釣りに来たり、あのこの辺うろうろばっかりしてました。でその時に太田の水路が年中水がとうとう流れてて、で家の前に水車がいっぱいあったんですね。まあ中里なんかもそうなんですけど、その回転で米をつく、わざわざ電気にするんじゃなくてそのまま使っている、でそういう使い方もあるんじゃないかっていうようなことを思いました。で今電気って言いますけど、まあウクライナ問題で天然ガスをどうするとか、石炭がどうだ、ガソリンがどうだ、これはまさに自然エネルギーにすればそういうあのいさかいなんかもなくなるはずなんで、そういったことをまあやっぱり大きな目で考えて、那智勝浦町にある水資源であったりっていうものを、そのまさに地域の環境の循環型社会を作っていけるんじゃないかっていうようなことで、いろんな事業に取り組みました。でまあ自然エネルギーといっても風力であったり太陽パネルっていうのはゆくゆくはあの発電ができなくなったらあのすぐゴミになってしまいます、うん、で風力発電なんかは低周波で人体に免疫あるっていうふうなも言われてますので、一番あの人体にも害がなくて環境に優しいのがやっぱり水力発電だと私は思ってます。そういう意味では太田の水路であったり、まあ、川っていうのはあの河川法というのはややこしくてですね、水を取ったらすごく ややこしいので、そういう意味では用水路とかいうのが一番しやすいのかなと思ってますので、その今後はあのこちら あの水力発電も参考にしながら、その 水路何十キロもありますから、そういったあの水資源、水路の資源を活用したような形で自然に優しい、そういった町にもしていきたいと思ってますので、あのそういう意味では今日はあの大成功だったということは日本も散歩も進めていきたいと思いますので、また皆さん方、はい、今後ともご協力いただきますようによろしくお願いします。ありがとうございます。4月の下旬になって雨が増えてきて川の表情が一変しました。取水マスにも溢れるほど来ています。バルブを全開にしてどれぐらい発電するか確認してみます。はい、全開ですね。すごい、160ワットぐらい発電していますね。家の中にはバッテリーの電圧が見れるようにしてくれていて、これでだいたいバッテリーの残量がわかりますね。そして自然エネの緑色のコンセントには今延長コードで冷蔵庫がつながっています。だいたい90ワットぐらい消費していますね。なので小水力は60から70ワットぐらい発電するように動かしています。ここまで見てくださってありがとうございます。また使ってみての感想をお伝えできたらと思っています。それではまたまた。